3分で分かればいい第 34SS 義勇的団兵師団解説ハッチマールよ。この師団は41年に編成された第 23SS 義勇装甲的団兵師団が成果を収めたことを受け、新たに編成されたオランダ人によって構成された師団である。この師団が編成された目的としては、兵力が不足してるドイツ軍の代わりにオランダの防衛を務めるものであったが、占領されている祖国の防衛という謎な理由で入隊する者は皆無で、労働から解放されさらに給料がもらえるという単純な理由で入隊した者が大半であった。その上祖国防衛と銘打っているため東部戦線に投入されることもなく、オランダに駐在するだけでことが足りた。ただ編成された翌年にはノルマンディーに連合国が上陸し、当師団も前線に駆り出されたが、経験不足に加えまともな装備も持たず、さらには退治したのがよりにもよって自由オランダ軍。同胞同士で戦闘をためらわない人などいなく、前線に投入された1週間後には壊滅し前線から引き抜かれた。45年2月に旅団から師団に昇格したが名前だけの変更であり、戦力的には増強されないまま再度前線へと送られた。ただやはり対峙するのは同胞の自由オランダ軍、一部では親戚同士で戦闘せざるを得ないという、こんな状況でまともな指揮があるわけがなく、かろうじて前線を維持していた。しかし連日の戦闘で指揮統制が崩壊しかかっており、ついにはドイツ人の指揮官を殺害し降伏するという計画まで上がった。さすがにこの計画は露見し立案者は処刑されたが、下がりに下がった指揮は手のつけようがなく、とうとう一般市民兵の略奪や暴行が横行し、中には虐殺まで行った者もいた。師団は5月5日に降伏したが、一部の狂信者はその後も9日まで戦闘を続けていたが最終的には降伏。ほとんどの隊員は収監され、一部は処刑された。ちなみに師団兵昇格後、カノやアクトティガーが師団と行動を共にしていたらしいが、レントがヒック制空権を失っている状況での活躍はお察しである。この師団の経歴を見ると先に編成された第 23SS 義勇装甲的団兵師団とは対照的であり、第 23SS 師団が45年においても赤軍相手に前線しているのに対し、第 34SS 師団は市民相手に前線していた。この差はもちろん経験の差や降伏する相手の差があるが、第 23SS 師団の構成員の多くは強烈な反共主義者であり、彼らは敵の敵は味方理論でドイツを利用しボリシェビキを殲滅しようとしたのに対し、第 34SS 師団は生活のためという思想面での差も大きいと思われる。今回はここまで、終わり、閉廷。